サンパウロ市立劇場のファサードサンパウロ市立劇場の一サンパウロ市立劇場はブラジルのサンパウロにある劇場。サンパウロ市内で最も重要な劇場であり、サンパウロ市立歌劇場公共楽団やその他が師匠団やバレエ団の本拠地でもある。サンパウロを代表する歌劇場の構想は国際舞台での重要性の増大が端緒となった。 当時のサンパウロ市内には20世紀初め頃からコーヒープランテーションの経営で財を成したブルジョアジーや大勢のイタリア系ブラジル人が居住していた。一方で市内にはサンベント劇場しかなく、それも海外で制作された大規模なオペラの上演には不向きとなっていた。そのためサンパウロの特権階級はそれらのオペラも上演でき海外の一流の劇場を模した。 新たな劇場の建設を求めるようになった。1903年に着工し、8年もの歳月をかけ1908年に完成した。調度品の大多数はヨーロッパから輸入され、建築様式はイタリアのスカラザを参照した。コケラ落とし公園は、当初はアントーニオ・カルロス・ゴメスのイルグアラニが上演される予定であったが、バリトン歌手のティッタルフォが、 ブラジルの作曲家の作品をレパートリーに加えることを望まなかったため、結局アンブロワーズ、トマのハムレットとなった。また、初演の前に舞台の装飾がブラジルに到着しないというトラブルが発生し、コケラ落としの日が延期された。そして、1911年9月12日には、結果的に大衆や支配階級にとって予想を全く超えた出来となった。 年数が減るに従い、劇場は芸術イベントの会場にもなったが、ほとんどオペラの上演に用いられるようになった。1960年代には、当時のホセビセンテファリアリマ市長により初の改修工事が行われ、外壁が塗り替えられ、当初の特徴が失われた。ライトアップされたサンパウロ市立、劇場1980年代には、ジャニオ・クアドロス市長のもと、 当初の姿に修復することを目的として、再び改修工事が行われた。ファサードは砂岩で修復されるなど、建築時と同じ産地の材料が用いられた。改修工事は1991年に完成した。100周年を迎えた現在、劇場は南米で最も著名な文化の場の一つと考えられ、国内の、そして、 世界の偉大な劇作家や作曲家による劇やオペラの場であり続けている。1922年の2月11日から18日にかけて開催された近代芸術週間の会場となった。芸術家たちは品質を厳しく追求し、新しい価値観を求め、型にはまった古いヨーロッパの芸術様式を拒絶し、 ブラジル芸術のすべての分野を支配している伝統にとらわれた思想に対する不満をぶつけ合う場となった。この習慣ではブラジルのモデルニスモ運動で著名になる人々が多数参加した。小説家のマリオ・デ・アンドラーデやオスワルド・デ・アンドラーデ、画家のタルシラ・ドア・アマラルやアニート・マルファッティ、メノッティ・デル・ピッキアが5人組を結成した。ありがとうございます。